はいいよいよ始まりましたえ「ビデオグラファーズ東京2022ブルーステージキャリアコンサルティングセミナー人生グラフから読み解くキャリアの積み上げ方」えレン・竹内編スポンサーティットバイ,バイルミックスということで MC を務めさせていただきますえブック代表の岡本でございます。よろししくお願いいい、たします。す <laughs> ははい、今回はですね、ゲスト 竹内連さんになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。映像ディレクターの連竹内です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、さて、えー、まあ今回キャリアコンサルティングセミナーということで、えっ、ー、と、まあ人生グラフから読み解くキャリアの積み上げ方。 ということなんですけれども、えー、キャリアのお話ちょっとしていただくようなお話なんですけれども、キャリアってなんかあんま聞きなれないなとは思うんですけれども、そうですよね。はい、なんかまあ僕自身もなんかそのキャリアをあまり意識したことってないんですけど、はい、なんかこう自然とキャリアがついてきたというか、なんか後からついてきたっていう感じのイメージですね。うんうんうん。なるほどありがとうございます。あの。 実際ちょっとあのお聞きになっている方にちょっとお聞きしたいんですけれどもはいはいえっと映像ディレクターとかビデオグラファーの方ってどれぐらいいらっしゃいますか。挙手お願いお願いますか。あありがとうございます。プロデューサーとかその方とかでいらっしゃいます。あありがとうございます。残りの方ってエディターとかそんな感じですかね。はい。 ありがとうございます。まあビデオグラファー半分 <laughs>、そうですね。って感じかなっていうふうに思ってまして、はい。まああの実際あの今今って年齢いくつなんでしたっけ？えっとちょうど25になりました。25、はい、若いですね。あのすごく若くして活躍しているという。<laughs> 僕も実はあの3年前ぐらいから。 はい、付き合いがありまして、あの彼は京都,京都に在住していて34年前ぐらいの、えっと、ビデオグラファーズナイトというこのビデオグラファーズ東京の前身になる、はい、ちょっとしたコミュニティイベントみたいのに京都からわざわざ夜行バス乗ってきましたみたいな感じの方で <laughs>、うん、実は結構3年前からあるので、はい、まあその辺ちょっといろいろ聞いていければいいと思いますしまあすごい。 あのそこからキャリアステップしてるなって感覚もありますのでありがとうございますちょっといろいろ聞いていけばなというふうに思っておりますはい、はい、ということでちょっと早速本題に入っていきたいなというふうに思っておりますじゃあちょっとパワポのスライドをはいっくりしますいいですかねはい、はい、じゃあちょっと自己紹介ですねはいえっ、ー、と改めまして映像ディレクターのレンタケウチと申しますでえっ、ー、と 主にです、ね、カラーグレーディングを中心として、まあえっと、ディレクションをやっていますで、まあ、基本的にもともとビデオグラファーみたいな形の出身ということもあって、まあ、自身で企画だったり、まあ、撮影もやりますし編集もやるみたいな結構なんかもうワンストップでやるタイプのディレクターですね、うん、今はなるほどなるほどカラグレーやっぱり得意なんですねカラグレーそうですねあ でダビンチリゾルブの公認トレーナーも今しておりまして、うん、なんかもうほぼ空暮れを中心に生きてるみたいな感じの生活ですねなるほどありがとうございますいや僕ちょうど88年生まれなんで完全に10歳 <laughs> 違うなと思ってやっぱり全然 <laughs> 多分感覚も違うんだなとは思うのでその辺ちょっと聞いていければなというふうには思っておりますではあのー、リール映像あるので はいこのままじゃあリール映像の方お願いしますはいまあでも全体的にリールの感じですね。 ミュージックビデオとかそういうのが多いですねなるほどこれ撮影は全部日本ですすか撮影はそうででね、<う>全部日本企画に沿ってロケ地を変えてるっていう感じですね、えー、なんか海外っぽいなんか西海岸みたいなのもありましたけど <laughs> う、ね、もうこのワンシーンだけ切り取ってそのシーンに変えるみたいな。 仕事としては一番何が多いんですか仕事としてはあのやはり広告ですねうん、うん、なんであの各企業さんのプロモーションビデオだったりとかそのウェブ周りの CM とかが非常に多いですねうん、うん、ありがとうございますまあミュージックビデオもやってみたいな形ですかね,そうですね結局なんか今とかのリールもあの制作は広告系やってるんですけど、はい、やはりこう許可が 使用許可が下りなくてですね。なのでどうしてもそのミュージックビデオとかをあの出すっていう形になっていてっていうところはありますね。なるほど。なんか得意領域とするとど,どのあたりなんですか。得意領域はやはりその主に企画、うん、なんかそのやっぱりこう今のリールとかの映像とかももう基本的に 企画を全部叩き込んでてはい、はい、なんでもう企画が出るまで撮影は絶対しないとかっていうなんか僕の強い意味が、うん、意思があってなんでほぼ僕は企画で生きてるタイプのディレクターかもしれないですねはい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 じゃあもう企画ちゃんと意識しつつも自分で撮影もしいのをス、はい、ーティングもしいのみたいなそう,そうですねっていう感じなわけですね、うん、なんでまあ 依頼があった時はもう全部絵コンテとかまで落とし込んで各シーンのカットまで全部もうシナリオが作ってる状態まで持っていくので,うん、うん、でディレクションの企画の段階でほぼ仕事が終わってるみたいな感じのイメージですね僕のタイプはなるほどちょっと話前後しちゃうんですけど今って住んでるところで京都に住んでる。んでるね、そうですね一応京都に住んでて、まあ、仕事でも結構東京には来てるんですけどいずれ 今年から来年には東京の方に移行はしようかなと思っております。なるほど、はい、ありがとうございます。えっとじゃあちょっとえっと蓮さんの今回キャリアコンサルというなんか人生グラフを作っていただいたようでその辺ちょっと見ていきましょうか。はい、はい。ねなんか超浅いキャリアに見えますよね。<laughs> はい。16歳の時 NHK 高校映像コンクールノミネート。 そうですねこれ、なんかあの高校入学してなんか放送部みたいなのがあったんですよ。はい、で、なんかそのなんかこう僕が合わないなと思いながらも入ってなんかその新入生は絶対この映像制作をやらないといけないっていう文化があったらしくてでなんか自分でディレクションして撮影してこう編集してまあ納品したんですよ。はいはい、で、なんかそのどこにそのどういうふうに表彰されるのかは聞いてなくて。 そのまま半年ぐらい経って退部したんんでですよねなんかその先輩の方が「なんで退部したの?」って言われて「いや誕生に合わなかったんで」って言ったら「NHK のコンクールノミネートしてたよ」っていうのでなんかそこからなんかキャリアが始まったようななるほど感じですね。ノミネートされたわけですね、まあ、じゃあ高校時代から映像はちょっっとやっててそうですねまあでももともと中学生ぐらいからあの iPhone とかで撮影してでそれをこう。 好きな楽曲のアーティストのミュージックビデオとコラボしてなんか自分で PV を作るみたいな感じをやってたんですけど、はいはい、まあでも主にそうですね高校生ぐらいからはもう始まってますね。なるほど。ちなみにこれちょっとグラフの見方なんだけど、はい、えっとこの真ん中の線は何ですか？<laughs> えっと真ん中の線はゼロですね。ゼロ。はい、基本もマイナスにいる感じですね。めっちゃマイナスにいるじゃないですか。<の> <laughs> 高校高校時代しかないじゃないですか。そうですね。高校 まあその NHK の映像をノミネートしてからあの音楽の業界にいて、はい、なんでほぼ高校三年間とかはもう全部音楽に人生を捧げてたみたいなあはいはい感じであ、はい、まあそこからあれですよね十八歳の高校卒業と同時になんかねやりたくもないその料理人みたいなことの方向に入るみたいなはいああそういうことですねそうですね。 なんかこう自分の中のでっかいエピソードの一つなんですけど、えー、なんかこう人生の分岐点ってやつなんですかね。なるほどで映像業界に入ったっていうはい映像業界に入って、まあ、でも初めなんか、まあ、料理人目指してたんですけど、まあ、しばらくして辞めてでなんか映像制作やっぱり映像制作でご飯食べていきたいみたいなのを思った時になんか当時ってあの。 検索とかグーグルとかいろんな検索してもそういう映像の知識とかって全く出てこなくて、まあ、それこそまだブッでんかその地方の制作会社とかいろんなとこ面接行ってアルバイトでもいいんでアルバイトでもインで入らしてくださいとかっていうのも言ってたんですけど結局アドビが使えないと入れないですとかなるほど経験者最低でも1年経ってからじゃないとうち入れないですってことがあって。 結局そこから全部独学でずっとこの業界にいるっていう感じなんですよね。はい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 。でもなんでも基本的にもうマイナスなんですよ。ずっと <laughs>。うんうんうん。なんでおそらくその映像の専門学校とかまあその大学に行っている方とかはまあ、基本的にあの僕よりも明らかにね技術も知識もあるっていうふうに認識をしてたのでなんでも素直にあの誰よりも頑張らないといけないと思ってもマイナスにいるっていう感じですね。うんうん。 でえっと、ウェディング業界に入ったのが20で、えっと、フリーナンスになったのが21って感じですかね。なんで結構あれですねウェ,ディングウェディングに入るまでもなんか結構いろいろあってその投影の照明やってたりとか,なんかいろいろやってたんですけど結局なんかその制作会社のまあ映像事業を立ち上げるとかもいろいろた携わって半年間とかで売り上げとかも全部上げてやったんですけど。 結局、かそりが合わなくて自分自身であのやる方がスタンスに合ってるってことでもう全部そういう関係を断ち切ってこう21歳の時にこにフリーランスになろうかっていう決心になったんですけどまあでもここあれですよねこの GH5 を買ったから今が正直ある感があるというかなるほどルミックスですねこれがもうルミックスだっていう感じですね。<laughs> 元々あの 他社さんのカメラを使っててでなんかその結局撮影して編集をする時にあのなんかカラコレあるじゃないですかまあカラーコレクションっていう作業があるんですけどその作業でどうしてもその赤みをずっと消しててでなんかこの作業って何のためにやるんだろうみたいなことを思った時にこれ撮るカメラによれば消えるんじゃないのかっていうことになってでそこからもともと持ってたカメラとかも全部売っ払って。 でその一番ノーマライズとかそういうものがやりやすいカメラってなんだろうっていろんなカメラを触ってはいはいはい一番合ってたのがルミックスの GH5 なるほどだったのでここでもう全部一式機材も購入してフリーランスに行ったっていう感じですね。はいろ、はいうんうん、んなこと考えるとルミックスは結構合理的だったからそうですね。そうです,っっですね。でもそこからも<で>はいあどうぞはい。はい。はい、でまあそこからずっとまあ GH5 使ってて、まあ、いろんな S1H だったりとか、まあ、S5 とか M−2 とかいろんなカメラ触って、まあ、結局ルミックスが一番合ってるっていう感じですねうん、うん、はいありがとうございますで今法人やっと法人化したうそうですねフリーランスじゃなくても法人なんですねそうですねもうこの今年の4月に法人化しまして、はい、もうなんかようやくゼロに立てたかなっていう。 感じのイメージですね自分の中でなんでよくこの中央の線のところの真ん中にいるっていうのが今ですね。うんうんうん、なるほどちなみにな,なんんでで法人化したんですかいやなんかそのいろいろなんか自分の中でいろいろあったんですけどまあなんか正直あの自分自身が映像だけであの戦っていくっていうのもあったんですけど、まあ、これからいろんな事業とかもやりたいのでなんかその先を見てまあ 法人化っていうところもい踏まえててなんでまあ正直その仲間が欲しかったっていうのがやっぱあってなんか自分がもともとこの1618とかでこの制作会社とか何も入らせてもらえなかったんでなんかそういう業界を次の世代に対してそういう環境をやっぱ作りたくないっていう思いがあってなんでその法人化にしてまあ自分のところで 受け入れてあげれるような、うんうん、次の世代に映像を残せるようなことをしようと思って。うん、なるほど。法人化にしました。じゃあ、ちょっと若い人で、映像やりたいなって人は声かけてくださいね。声かけてください。なるほど。<laughs> 待ってます。いや、勉強になると思いますね。ありがとうございます。今、まあこういうちょっと人生グラフがありますと。はい、であれですよね。なんか自己理念みたいなのがあるんですよね。はい、あります。はい。これですね。 わあストイックな感じでもう自分を信じるっていう、まあ、一番ね上にあるんですけど、はい、もうこれしか正直勝たないっすねお金と時間は有限 <laughs>、はい、しみなく自分に投資し続けるということでな何を投資してるんですかああとえと、まあ、考え方ってなんかいろいろあると思うんですけど、はい、僕の場合はお金と時間を投資,部投資をするものって考えてて、うん、なんかどっちも有限じゃないですか、はい、お金も有限で。 でなんかその一番尊敬しているディレクターさんに言われたのがあのお金と時間は有限だから、はい、それを何に費やすかによって人生が変わるからうん、うん、今を大切にしなさいとうう言われて,て、はいて、はい、それを聞いてあのもう僕はあのお金とかも,もう惜しみなく突っ込まないといけないものに対しては全部突っ込むぐらいの感じで正直20代、今20代ですべて時間とお金は。 今に費やすぐらいの映像とか必要なものに全部でも貯金とか正直必要ないと思ってて今の年代というか僕はなんで惜しみなく自分に投し続けるとか勉強する時間を作ったりとかっていうところに全部くるのかなっていうなるほどありがとうございますそれはあれですかその作自分の作品にお金をつぎ込んだりとか機材に作品をつぎ込んだりとかそういうことってことですか ももううそそれもそうですねなんで、その正直自分の作品にお金を費やすこともそうですし、はい、やっぱその機材を例えばなんか新しい機材が出ましたって言って100万円しますってなった時に100万円かで買わないのはもったいないなと思ってて100万円をもうとりあえず買って生、はい、かせればいいじゃんっていう、うんうん、次にもうその100万円をすぐそこを回収できるっていう自分でビジネスのスタイルを作ってしまえば。 そこの問題とりあえず全部あるもの全部突っ込むっていうスタイルなんですよ、ねうんうんうん、なるほどいやいいですね <laughs> なんで惜しみなく惜しみなくやられる時間とお金は投資するっていうタイプですねありがとうございます2つ目行動力どこでも行く思考とフットワークは軽くというはいもうこれはもう今も変わってないというかいそうですよね で僕にも話来たことあるしそれで言うと言ったじゃんストリームで忘れてる忘れてるけどいやいや行きました行きました <laughs> あの去年ですよね、うん、なんかこの辺はないうんですか具体的にど,どういうとこ行くんですか そういうい映像のイベントだったりとかその映像の人たちがいるっていうところにはどこでも行きましたしなんかそれが仮に全然、他府県であってもとりあえず足を運んでなんか今、その空間にいる人に対しての価値を求めに行くっていう感じでなんでもうその遠いなって思うんですよ、正直。 なんか僕京都なんでやっぱ東京まで来ようと思うとやっぱ2時間とか新幹線でも2時間半で夜行だともう半日ぐらい潰れるじゃないですか遠いなって思うんですけど行く価値があるっていうのを自分で作り上げてなんかそこででこ次のアウトを求めるんですよ東京に行ってこういう人たちと出会ってこういうことになるからここでこれでこの利益が出てこれだみたいなこと全部自分で考えててそれを全部あの持った上で行くっていう。 なのでそこの部分分が非常に大切かななっってて自分は思ってますね。うんうん、なるほどありがとうございます。で、えっと、3つ目がインプットを増やすって感じですね。はい、そうですね。これはもうあの何歳になっても絶対あの止めちゃダメだなって思ってるのがなんかあ,のある程度キャリアとかもついてくるとやっぱこう。 ね、インプットというか情報をを入れてていいくっうう作業を止めると思うんですよそれを止めちゃうとやっぱりなんか僕人間も機械と同じだめだことを思ってて、うん、なんか iPhone とかでも OS 上がっていくじゃないですかあれと同じで人間もあの情報をアップデートしていかないと硬い人間になっちゃって面白くないなって特にあのこういうクリエイティブの業界にいる方ってどうしてもこう常にアンテナを張って新しいものを求めてないものを作っていくっていう業界なので。 なんで常にインプットを学ぶことを止めないっていうところは大事にしたいいなとと思ってまますすありがとうございます具体的にインプットってこう技術的なこともありつつすか他のこともやってますなんで<ー>あので、まあ、法人化もしたので、まあ、そのビジネス的な勉強もしたりだったりとかなので逆にそのこれからはその映像業界だけではなくて、うん、その違う業界の方にもこの2番の方ですよね行動力を広げていきたいなと思ってて。うん この3つ本当に大切ですよね自己投資と行動力とインプット、ね、これはもう何歳になっても変わんないなというふうに思いますして <laughs> このビデオグラファーズ東京に来ていただいているのもまあ3インプット増やすとか2行動力にも多分なっているのかなというふうには 思っているので聞いていただいている皆様にはもうすでにあるかなとは思うんですけども、まあ、確かにこの自己投資とかは僕もちゃんとやらないといけないなと見ながらすごい思いました <laughs> 岡本さんはこれに当てはまることって何か僕はですねまあでもやっぱり自己投資に関しては結構新しいものは結構ちゃんとこう買うようにはしてたりとか本読んだりとか、まあ、インプット本とかもそうだし。 は知るようにはしてますねなんか僕はそのプロデューサーとかだったりとかするす例えば VR とか領域メタバース出たらすぐ買って試してみたりとか <laughs> はい、はい、その辺はまあ何でも試すみたいなことは結構やってはいるし最近やっぱり結構反省してるの結構最近メタバースすごい見てるんですけど。はい メタバースと NFT とか Web3 とか、まあ、結構出てきてるじゃないですかその辺あんまり理解してなくて,、はい、てインプットちゃんとしたらめちゃくちゃ世界観変わったんでわかりますすそうですよねだからやっぱりあの、まあ、今回の、ね、ビデオグラス東京そういうセッションないですけど <laughs> あのそういうのはすごいクリエイターにとっても大切だなというふうに思いますしうん、うん、まあ あの1年2年先って結構変わるので、まあ、この辺はすごい大切なんじゃないかなとは思いますよねでも本当この一番の自己投資で実体験で言うとあの当時ダビンチ・リゾルブが特にまだ普及していない時代で、うん、あのカラーグレーディングとかもそこまでやってる方っていなかったんですよ、はいはい、でその時にそのダビンチ・リゾルブ来るんじゃないかとうん、うん、これから。で 誰もまだ優勝版を購入しなないいぐらいの時期なんですよ当時優勝版って3万円ぐらいで僕がなんで、まあ、21ぐらいの時ですよね本当ダヴィンチがまだ、うん、でなんか3万円がすごい高かったんですよ21ぐらいの時どうっす,、ね、すごい何か高い,高い、ねうん、買い切りのソフトなんですが高いイメージがあって、うん、でもこれ買って絶対なんか自分のためになると思ってやり続けて。 そこから今公認トレーナーまで行ってるので、うんうん、その時にやっぱりあのダ・ヴィンチリゾルブの優勝版を買ってないと今はないですしか例え、ね、3万円ですけどそのお金を払う価値というかその先に価値があると思えば所詮ねなんかお金だっていうあとは経験に変えるっていうところだけを思い続けられればなんとかいけるっていうなるほどありがとうございます。 まあそんな、えっとレンさんなんですけれども、えっと、ルミックスユーザーそうですなんですよねす次のスライドいきましょうかはいルミックスユーザーって皆さんい,いらっしゃいますかルミックスユーザーの方おあ,ありがとうございます<お>あ逆にあそんなもんじゃあちょっとルミックスにちょっと語ってもらったほうがいいかもしれないですね あの普段の僕の撮影風景の感じなんですけど、まあ、なんか僕が何でルミックスを使ってるのかってところをお伝えすると、まあ、さ,あのさっきお伝えした色っていうところはだいぶ強くて多少そのマゼンタが強かったりとかグリーンが強いみたいな印象があるんですけどやっぱりルミックスじゃないと自分の色は出ないっていうところが本当一番強くて。 なんか本当あと、あのー、最近、ね、ずっと GH6 を使ってるんですけど、はい、GH6 とかじゃないと自分のクリエイティブって成り立たないなって思ってて、うん、なんで本当自分のクリエイティブをサポートするのがルミックスでなんで逆にあの他社さんのカメラとかだったら自分のクリエイティブって今みたいに発揮できてなくて逆に今のキャリアもないと思ってるぐらいなんですよ。 逆にルミックスのカメラを買った買ったからあのカラーグレーディングとかカラーコレクションに対しての興味が湧いたところがだいぶ強いですね。なるほどなるほど。ちなみにあの GH6 結構話題で <laughs> ツイッターでよく見かけるんですけどす、ね、使使われてますよね。<laughs> はいど,どうですか。すえー、っと正直半端ないです。正直半端ない正直半端ないカメラが。はい あの現れてしまったって思ってて僕 GH5 買ってますし S1H とかもいろいろ持ってるんですけどあの正直に S1H 大丈夫かなって、うん、今思ってるぐらいなんかそのフルサイズは無敵だみたいなこう皆さんイメージあると思うんですけど、はい、GH5 が出たことによってその概念が消え去ったというかこれフォーサーズで12分に現場で戦えるっていうイメージですね。うんうんうん なるほど。具体的にどの辺が良かかったですか一番まずあのカラーサイエンスが半端なく変わっていて、はい、色の,その発色だったりとか再現度があの特に綺麗でしたであの、まあ、今回いろんなそのパナライカのシリーズでレンズ持ってるんですけどあの特に相性がいいのが42.5のノクチクロンとの GH6 の組み合わせ。はい が一番綺麗すぎて、えー、あのそのレンズと g. H. six の相性から離れられないっていう。なる,なるほど。逆に違う焦点距離を使うと、自分の絵が出せなくなるぐらいの、えー、今あの感覚があります。なるほど。ありがとうございます。いや、そう、まあ、今日ちょっと、今映像もあるんですよね。はい、そうです。<laughs> 映像もあります。 じゃあちょっと映像の方も流していただきたいなというふうに思いますし、えっと、ちょっとスライドを送ります、ね、スライドかはいえっとアップデートしましてまあもともとあのプロレーズで 5.7k の 30p ってあの収録できたんですけど、まあ、今回のファームアップで 4k の,の 60pC4k ですね C4k60p が、はい できてあの実際使ってあの正直に思ったことがめちゃくちゃ軽いんですよこのプロレスのフォーマットってあの本当に僕使ってるノートパソコンとかでメモリとか16とかそれぐらい、はい、もうほんと移動中に若干のノンリニアな編集するぐらいのパソコンなんですけどサクサクで全然あの編集できます。 ぐらい軽くて、なんかプロレズのイメージって結構容量っていうかはい、はい、データが重いみたいなありますよね。イメージ、まあその代わり圧縮されてないってイメージがあるんですけど、<laughs> それでもパソコンでやっぱりすごい動く感じで、ね。めちゃくちゃ軽いですね。この GH6 のプロレズのまあコーデック超軽くて、編集が本当楽ですね。うん、なんかダビンチとかだったらあの最適化メディアとかいろんなものかけてあの軽くしてやるんですけど、あの。 このプロレスに限ってはあの何もしなくてそのままでもうタイムラインにドンってのせてカットカットカットとすぐ走るんでプレビューもあの全然あの4分の1とか2分の1とかにしなくても走りますプロキシなしで動くってことです、ね、いけますなるほどありがとうございますじゃあちょっとこれ、えっと、リール、はい、リールいきますか、はい、リールいっちゃいましょうかではリールお願いします実は私があれこれはい 担当しましまて今回の自分でディレクションをしながら自分で映るっていうすごいですね V ロガーみたいな感じですビデオグラファーとして今,今回は出演してましてまあどれぐらいビデオグラファーであの制作のワークがまあスマートになってるのかっていうのは表している映像ですねなるほど実際これ電車の移動中も本当に編集してて えー、めちゃくちゃ軽いんですよ <laughs> なるほどじゃあノート PC で本当にそうですね編集しながらこれはやってるってことですよねそう,すそうですねやってますねなるほど レンさんはあの、はい、ダビンチで編集してカラーグレーディングまでやるようなワークフローですか。あ、そうですね。基本的にもうダビンチオンリーで今はやってますね。うんうんうん、うん、やっぱりそのミックスのそのデータとダビンチとか相性はどうですか。相性はめちゃくちゃいいですね。うんうん、なんか本当スムーズというかあの特にあの MOV とか MP4 とかとか全然変わらなくて。うんうん。なんなら本当 MOV より軽い。 印象しかないですね。なるほど。もうほとんどもうレンタケウチのねクレジットが出たりするっていうね。<laughs> 全部レンタケウチ。やばいっすよね。<laughs> はい、ありがとうございます。ますちょっとこれ映像えっ、ー、と流しながらみ見てもいいですかね。話聞いてていいですかね。そうですね。すみません、ちょっと映像だ。はい、音音ちょっと下げていただいて。はい。これなんかワークスマートウィズ プロレズっていうのが最後書いてあったんですけど、はい、なんかやっぱスマートすごくスマートにできで、ね、やっぱプロレスのフォーマットってできるそうですねこれまあ一応この映像のコンセプトがそのビデオグラファーが1日をかけて、まあ、撮影に行って、まあ、移動中に編集をして、まあ、最後夜になったタイミングでもうクライアントの方に納品しているっていう、まあ、映像の一連の流れになっていて。 なんでもうこの移動中に編集してっていうのが入ってるっていう感じですねなのでこうワークスマートを表してる、うん、なるほど多分ちょっとプロレスを知らない人もいると思うんですけれども、はい、ちょっと簡単に説明できたりとかできます、はい、簡単にまあでももともとアップルプロレスっていうのがあって、うん、2>, まあ2種類ぐらいアップルプロレスとプロレスローっていう形でプロレスローに関してはアトムスさんの「NINJA5+」とか「NINJA5、うん」Ninja とかであの外部収録として。 あのできるコーデックだと僕は認識していて、はい、でまあそれ以外はあのプロレズっていう収録のコーデックがあって、まあ大元はアップルだと思います。はい、なんでそのアップルの方のあのコーデックが発表されて、まあそこからこうまあ元々おそらく一番使いやすいってされているのはファイナルカットプロ10とかだと思います。あのアップルさんがはい出してるので、なんで今日今回その逆にダビンチリゾルブで行ってあのまあいろいろ どうしようかなって迷ったんですけど。正直ダヴィンチが一番早かったと。ダヴィンチが一番早かった。はい、ええー。グレーディングとかどう、どうでした。グレーディングは。あのプロレスですよね。そうですね。はい。体勢半端ないですね。ああ、はいはいはい。あの全然破綻しないです。あの。よっぽど、もうすごい数、濃度。 組んでいたタイミングでようやくなんかあれっていうタイミングが来るんですけどもう異常なぐらいですよそれでもあのノードも画面に1連2連3連4連ぐらいで違和感が出てくるぐらいなんでそれでももうほぼ10個10個10個ぐらいノード組んでるんでそれでも破綻しないぐらい強いですねすごいですねまあその意味では結構ビデオグラファーには相性いい感じめちゃくちゃいいと思いますね ローまではいかんけどみたいなそうでですねロー行くと結局ねそのハードディスクの容量の圧迫だったりとかいろんなものがあると思うのでまあ今回そのビデオグラファーがこの描いてる感じでいうと一番理想系じゃないですかねビデオグラファーとしての。うんうん、だからあれでですよねその今まで あの後もつけたりとかしてライブ収録とか、はい、するとまあそ,それはそれで結構重くなっちゃったりとかもう本当に内部収録だけできるからもうカメラ1台できちゃうぐらい、ね、極端に言うとカメラ1台できちゃうぐらいな感じってことですよね。<laughs> そうですねなんでも本当もうこの実際僕が収録しているのももう GH6 と各種レンズだけで収録しているのでたまにそのジンバル使ったりとかでもほとんど今回。 あのハンディの方が多かったと思いますすハハンンデディィなんですねハンディの方が僕は結構 GH642.5 と,とかの組み合わせが一番強くてなんで逆にジンバル手ぶれ補正すごいんですよ GH6、うん、ボディ内手ぶれとかも強すぎてあの全然ジンバル使わなかったというか演出上やっぱりジンバルを使うシーンは入れたんで使ってますが。 全然ハンディででいいです、えー、もうケージだけ組んで開け、まあげて今こういう感じですよねはい、はい、ケージ組んで,でトップハンドルつけてレンズでこういう形で撮るのが一番綺麗ですね,ううですねなるほど、まあ本当に手ぶれもあるからもう1台とパソノーパソ持っていけばそうですいけちゃうみたいないけますねこれパソコンって メモリ16ですね結構普通のスペックっちゃ普通のスペックっすよねそうですねっ普通のスペックですねこれはでもあの逆になんか一瞬どうしようかなと思ってて、まあ、パソコン自体も、はい、で実際に収録試してやったらやばい軽すぎると思って <laughs> ちなみに多分パソコンも興味ある方いらっしゃると思うんですけどいくらぐらいのパソコン使って い金額は14万円ぐらいうわそんな普通,<の>普通やん <laughs> そうですね本当エースさんの今回使用させてもらってて、うん、全ブックでしたかね全ブック14とかのシリーズを今回は使用させていただいてえー、そんな PC でできちゃう感じなんですね全然できますね なるほどいや結構そのビデオグラファーってお金かかるじゃないですかかかりますそのカメラまあ何十万かけて三脚買って PC も買ったらでアップルでやったりとかしますあ結構な金額かかるんですけどまあそれはいいですよねめちゃくちゃいいですねでも別のところにまあさっきの投資の話にもなりますけど別のところに投資できますもんねそうですそうですまあでも逆にあの もっともっとなんかその重たいシリーズ触っていきたいとかっていう方がいれば正直32のメモリーとかでも十分に戦えると思うんでうん、うん、なんでプロレズとの相性は抜群にいいのかなと思いますなるほどありがとうございますまあちょっとそうですねこのファームアップウェアでまあ今回 4K60 P もプロレーズ取れるようにな、はい、今まで 5.7K で,で、ねえっと、30P しかなかった感じですよね、はい、だからもうかなりいろんなことできるようになったかなみたいなめちゃくちゃメニュー増えてるんですよねなんか僕はちょっと、まあ、さっき話してて b ローとかとなとかと比較してもなんかあんまりみたいな話もあったかなと思うんですけど、はい、その辺ってど,どうですかまあなんかそのかん,なんていうんですかね、まあ、素材は素材で、ね、一緒なんですけどなんか扱う スタイルがまた違うなと思ってて、はい、なんか正直あのビデオグラファーの方のことを思うとあの一番合ってるフォーマットというか、まあ、コーデックに関しては今回のこのプロレスが一番合ってるのかなと思っててやっぱりそのグレーディングとかで、まあ、B ロー収録とかされてる方もいると思うんですけど、はいまあ、若干あのダヴィンチの画面であのフローが一つ増えるんですようん、うん、結局あのデコードしないといけなくなるので。 もともとの解像度でクリップとして選択するのかとかいろいろなそのストレスがあるので,で今回のプロレスさんの方だったら全然そのままタイムラインでドンってカット編集してあとはグレーディングで一気に追い込めるという感じなのでいや最強フォーマットですね最強フォーマット,、ね、マットあちょうど今ねこの次のシーンで選択する画面があ、まあ、これぐらい種類が今出てるんですよねファームアップで。 なんで皆さんの制作に合ったフォーマットというかまあコーデック必ずあるので使ってもらった方がいいかなって思いますねうん、うん、ありがとうございますあのちょっと時間に待ってきたんでそろそろあれなんですけどもルミックスのブースがあるのでそちらでも体験はできるようになってますしデータを持って帰れるらしいのでいぜひやっていただければなというふうに思っております、はいはい、ということでそろそろちょっとお時間近づいて はい、参りましたあのレンさんのキャリーの話とか <laughs> ルミックスの出会いの話とかいろいろあの話聞けたんですけれどもまだまだレンさんの話が聞いてみたいとかまたセッションの回数で質問したいとか、まあ、それこそ GH6 の、えー、質問したいって方は4時5分から、えー、5時5分の間ですね今日今日ですよね今日です、はい。ルミックスブースで竹内レンさんによるビデオグラファーコンサルっていうのを、えー、そちら後ろの方ですね やっておりますなので、えっと、気になる方はぜひルミックスブースにお立ち寄りいただければなというふうに思っておりますりまぜひ,ぜひまあいろいろ喋ってまあ、はい、キャリアじゃなくてもねはいもうオフレコの話もいっぱいあるんでいろいろ一緒に仕事をしましょうとかもあるかもしれないんでね <laughs>、はい、ぜひかなというふうに思ってますでルミックスブースは今回、えー「ビデオグラファーズウィズルミックス」というテーマで、えー、ビデオグラファーの、えー、とキャリアに キャリアについてて考える場を提供しております連載以外にもビデオグラファーによるセミナーやキャリアコンサルを行っておりますのであのタイムテーブルぜひチェックしてみていただければなというふうに思ってます。ココンンササルルっってて何何ややるるちなみにコンサルって何やるんですか、まあ、とりあえず皆さんのお話をお伺いして、まあ、その皆さんに合ったものを提案したいなという形を思ってます。うん まあ機材の話でもいいし人生相談でもいいってことですよね <laughs> はい、はい、ありがとうございます,いますぜひお越しいただければなというふうに思ってます、えー、続きまして、えー、とビデオグラファーズ東京2022に、えー、連動した3つのキャンペーンを行ってます、えー、1つ目まず、えー、とビデオグラファーズ東京ルミックスブース来場者限定ツイッター投稿キャンペーンのご紹介です、えー、こちらは VGT ルミックスベースブースの写真とともに コメントをツイートしていただいた方から抽選で2名に GH6 レンズキットはいいいな S5 レンズキットどちらか一つをプレゼントするキャンペーンとなっております <laughs>、えー、VGT2022 ハッシュタグ VGT2022、えー、ハッシュタグルミックスと 欲しい製品名のハッシュタグをつけてツイートくださいこちら豪華ですねすごいですねツイッターで写真撮ってハッシュタグつけて投稿してくださいねっていうことですね <laughs>、はい、で続いて、えー、ルミックスベース東京会員登録キャンペーンのご紹介です、えー、VGT2022 開催期間中に、えー、と青山青山1丁目です、ね、にあるルミックスベース東京に新規登録していただいた方から1名にこちらも GH6 レレンンンンズキキットトをプレゼすするキャンペーンとなっておりますえこちらは、えっと、ライブ配信見られている方も、えー、対象になりますのでぜひご応募ください「あのルミックスベストーキョー」と検索していただいてログインしていただければいいかなというふうに思っております、はいえー、最後に、えー、VGT ルミックスブース来場者限定機材レンタル10円キャンペーンです <laughs> 10円,円、えー、VGT 開催日 から7月31日の間に会場で配布のカヤードをルミックスベース東京にお持ちいただくと機材レンタルが10円でご利用いただけるキャンペーンでございますこちら10円を握りしめていけばいい感じですね。<laughs> はい、なので、えっと、ブースでカードを配布してますのでそちらをお,お受け取りいただければなというふうに思ってます、えー、このようにお得なキャンペーンご用意してますので、えー、ライブ配信ご覧になっている方々もぜひ明日ルミックスブースにお越しいただければなというふうに思っておりますということで本日いかがでしょうかすごく楽しかったですはいありがとうございますということで、えー、っとセッションは時間になりましたので以上になります はい、えー、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。